柄を言うようになりましたカラオケでプロの方の話を聞くみたいな桑田佳祐V ジャンプ編集部編集長の斉藤 V です。あと V ジャンプレイ統括誰からも言われてませんが責任者をやっております。よろしくお願いします。一番長くやってたのは、犬眉毛で行こうっていう作品の石塚敦裕子先生をかなり長く、まあ、先生って言わないんですけど、石塚さんはすごく先生じゃないからって言われるんで先生って呼ばないけど、かなり長くやってましたね。あとは今ドラゴンクエスト蒼天のソーラー書いて中島先生とも結構長く3作品ぐらいやってますかね。割と V ジャン歴が長いのでやっております。そうするとその石塚さんなんですけど、なんか一番覚えてるのは全然漫画と関係ないんですけど、まだ担当になる前ですかね、またあの編集部で電話を取っていろいろちょっと雑談とかどういうゲームやってんのとかそういう話をしてた時に、何かの流れで若手だったんで何か謙遜した時に、社会人で謙遜しても誰も君のこと見てないからやったことはちゃんと言った方がいいよみたいなこと言われたのをすごい覚えて、そこからすごい自分の手柄を言うようになりましたね静香さんはすごくはっきり言われる方ですし、中島先生とかだとものすごい漫画愛とか作品愛が強いですから、ね、僕がご一緒したのだと、まあ、エレメントハンター、デジモン、でドラゴンクエストって結構原作が別である作品のオリジナルストーリーを V ジャンプで書いてもらってたんですけど、すごくやっぱりその元の作品の理解とかが深くて、まあ、キャラクターもともといるんですけど、例えばアニメに出てきてるキャラクターなんだけどアニメではここまで描かれてなかったけど全然違和感ないですねみたいな作品作りをされる方かなって印象ですかね。やってみたいね。やっぱあの書いたんですけどカラオケ好きなんでカラオケやりたいうまくはないですけどカラオケをとにかくやりたい。アジアンカンフージェネレーションが好きなんで時間とか、そうですね、ちょっと寄せてるんです寄せてるんです寄せてるんです。メガネと髪型を寄せていってるんですけどあとなんですかね、僕そういう意味で言うと、まあ漫画家さんもちろんですけど、クリエイターさんとかゲーム業界やっぱプロの話聞くのはすごく貴重じゃないですか。でもまあドキュメンタリーとかテレビも好きでプロの方の話を聞くみたいのはやってるみたいですかね。最近だと桑田佳祐会いたいっすね全然また見張るんだけどこの間あのサザンライブやってたじゃないですか一回だけお会いした、ちょっとだけお会いしたことあるんですけど、あの任天堂の宮本茂さん、ドラゴンクエストの30周年だったかな、あの企画でちょっとまあドラクエ担当だったので宮本さんにドラクエに関して聞くみたいなインタビューを少しさせて、本当にもう10分ぐらいですかねさせてもらったんですけど、やっぱすごい面白い独特の観点を持ってて、そんなに多分表に出てたくさん発言されてる方ではないと思って話聞きたいですね。じゃあ緊張するだろうこれはなんか今まあちょっと V ジャンプレイ全体の企画立ち上げからやらせてもらってたんで、まあ、オフィシャルプレイヤーの方々のやっぱり同じように結構プロの方、いろんな業界、いろんなジャンルのプロの方にお声掛けしてご一緒できるということになったんで、まあ、紹介があったらやっぱお話聞くみたいなのはやりたいなと思ってます。テラシ先輩なんですけど割とまあ V ジャンプってその雑誌の成り立ちからも紙面に結構それぞれまあ出たりとか、それぞれ自分の作品の担当の、まあ、V ジャンプの動画に出たりとかメーカーさんのやる動画に出たりとかもしてるんですね。多分編集部の中でテラシが一番出てないですね、まあ、逆にこの VOB V ジャンプレイをきっかけに隠れたテラシ像を発掘したい、してほしいなと思うので、それができるといいのかなと思ってます
まあ、我々の動画とか記事もそうなんですけど、やっぱ皆さんと直接、今で言うとまあいろんな SNS あるんで、まあ僕も Twitter もやってますし、まあ、いろいろ皆さんと交流できる場もあるんですけど、よりなんか近くにまた姿が見えやすくなる V ジャンプレイっていう場所だと思うんで、ぜひ一緒に楽しめるような企画を出していくので、いろいろコメントとかイベントとかで参加してもらえるといいなと思っております。